昨シーズン圧倒的な投手力とつながりのある打線で日本一に輝いた阪神タイガースが今シーズンここまで4位と苦しんでいます。7月20日現在、チーム打率、ホームラン数、盗塁成功率、失策数がリーグワースト、盗塁数が中日より一つ多いだけのリーグワースト2位、三振数と併殺打数がリーグ1位、上記の指標が示す通り、ここまでは打てない、守れない、走れないリーグ最弱の野手陣になってしまっています。特に矢野明弘前監督が就任した2019年シーズンから昨シーズンまでの間、阪神は5年連続セリーグ最多の盗塁数を誇るほど機動力を武器にしていたチームでしたが、今シーズンはその強みを生かせていません。そんな苦しい状況だからこそ、2軍でトップの19盗塁を記録しており、1軍昇格に燃えるあの選手を試してみてはどうでしょうか。2軍で成長を続けるこの選手、その名前は遠藤丈、22歳、東海大相模高校、2019年ドラフト4位。遠藤は高校時代に投手として最速145キロを記録したほどの強肩と、高校通算45本塁打の強打が魅力の内野手です。入団会見時にはプロではショート1本で勝負、子供たちに目標にしてもらえる選手になりたいとショートへのこだわりを語っていた遠藤でしたが、現在は出場機会を求めて内野すべてのポジションに挑戦しています。今年で高卒5年目となる遠藤は、未だ1軍出場はないものの2軍で経験を積み、打撃守備のレベルを向上させています。1年目は打率1割5分7厘と苦しむも、徐々にプロの球に適応していき、2023年には打率2割7分と確実性が増していきました。1年目には3割4分8厘だった三振率も年々改善していき、2023年には2割5厘まで下がりました。それに伴い出塁率も1年目の2割3分から毎年改善していき、2023年には3割2分6厘という数字を残しています。また2023年には2軍で初の2桁盗塁となる10盗塁を記録するなど、走塁意識も高めていきました。守備面でも遠藤は成長を見せます。2023年シーズン、守備全般の貢献度を示す UZR では2軍の2塁手でダントツの 10.6 を誇りました。また打球処理による貢献度を示すレンジランズも1位の 10.7 で、2位の初期龍太郎の 3.1 を大きく引き離していました。着実に力をつけた遠藤は、2024年1月には3年連続で現レッドソックスの吉田正尚と合同自主トレを行いました。自主トレ前にはシーズン後半にだいぶ打率を落としてしまったので、打率を残す考え方や試合前のコンディション作りを聞きたいと意気込みを語った遠藤は、2024年シーズン開幕から7月20日現在まで2軍で打率2割7分5厘、 OPS700、 出塁率3割9分2厘、19盗塁、三振率1割5分3厘と打撃の安定感がさらに増しています。ここ数年で出塁率、俊足、守備力に磨きをかけており、年齢も22歳と若く、近い将来二塁手のレギュラーを狙える存在の遠藤。一向に調子の上がらない一軍の打線の現状に、今すぐ遠藤を一軍に上げろという阪神ファンの声も増えてきています。遠藤丈の一軍待望論が強まる理由、なぜ阪神ファンの間で遠藤一軍昇格が望まれているのか。それは二塁手中野拓夢の不調が原因でしょう。中野拓夢28歳、日大山形高校、東北福祉大、三菱自動車岡崎、2020年ドラフト6位。中野は広い守備範囲と俊足高打が売りの内野手で、当初はショートとして試合に出場していた選手です。1年目にいきなり30盗塁を記録し盗塁王に輝くと、入団以来3年連続打率2割7分以上、20盗塁以上という安定した数字を残しており、近本浩二、大山雄介、佐藤輝明と並び阪神の主力として活躍しています。今シーズン首位打者を目標に掲げた中野は新たな取り組みに挑戦します。
常にそういう打ち方をしているとどんどん引っ張れなくなって強い打球が打てなくなると安打狙いの合わせるスイングに限界を感じていた中野は、合わせたスイングならコンタクト率は上がるけど、強く振った中でのコンタクト率を上げていけば打率3割を狙えたり安打数がもっと増えると思うので、とこれまでのミート中心の打撃からバットを強く振り思い切り引っ張るという打撃スタイルに変えました。この打撃スタイルの変更が現状うまくはまっていません。オープン戦では34打席連続ノーヒット、1試合5三振を喫するなど絶不調に陥った中野は、自分でもどうしたらいいかわからないと悩める胸中を語っていました。シーズンが始まって4月までは打率2割7分台をキープするも、5月以降は本来の成績を残せず、現在は打率2割3分9厘と苦しんでいます。昨年は高い打率に加え2番打者として走者を進める打撃も随所に見せ、打線の潤滑油として機能していた中野でしたが、今シーズンは強いスイングにこだわるあまりフライアウトも多く、走者を進めることがなかなかできていません。打率が下がると必然的に出塁率も下がり、それに伴い盗塁数もなかなか増えません。7月20日現在の盗塁数5は例年の中野の盗塁数を大きく下回るペースです。7月の月間打率も2割9厘と復調の兆しも見えず、2番打者としても機能していなかった中野は7月17日の巨人戦でついにスタメンを外れ、2022年9月11日の中日戦から続いていた連続試合フルイニング出場が241で止まったのです。中野がフルイニング出場記録が途絶えるほどの不調に陥っている今シーズン、2軍で着実に成長を遂げている遠藤を1軍に昇格させ、経験を積ませるという方法もあったでしょう。中野の危機感を煽るという意味でも、阪神の将来を考えても遠藤の1軍昇格を待ち望むファンは多いです。しかし岡田彰布監督は遠藤を1軍に上げることは一度もせず、中野のフルイニング出場が途絶えた7月17日、二塁手のスタメンに選んだのは、セカンドの守備に大きな不安を抱えている渡辺亮でした。昨シーズンから主にファースト、サードで試合出場しており、セカンドの守備に慣れていなかった渡辺は、案の定守備で1エラーを含む2つのミスを犯してしまいました。一軍実績重視の岡田監督、遠藤の出番は、昨シーズンチームを38年ぶりの日本一に導いた岡田監督の手腕はとてつもなく大きいです。岡田監督の功績はフロントに掛け合いフォアボールの査定を上げたこと、送球難に悩んでいたショート中野をセカンドにコンバートしたこと、選手の守備位置を固定したことでしょう。第一次岡田政権時にも最強リリーフ陣 JFK の確立や、前年ショートで打率3割を記録していた藤本篤、現内野守備走塁コーチを二塁手にコンバートして、当時1年目の鳥谷隆をショートとして抜擢するなど、選手を適したポジションに配置し、選手が働きやすい環境を作る能力に長けた監督といえます。不安な点を挙げるとすれば、過去の実績を重視しすぎる点でしょう。自分が使えると判断した選手、過去の実績がある選手はよほどのことがない限り試合に出す反面、一度実力が不足していると判断した選手、一軍実績のない選手は一軍昇格のチャンスすらなかなか巡ってこないというのが現実です。実際二軍で活躍しているものの、一軍実績のない遠藤は未だ一軍昇格を果たせていません。救いは中野の連続フルイニング出場がストップしたことです。フルイニング出場記録自体は偉大な記録ですが、蓄積疲労や怪我から急に衰えを見せる選手が多いことや、後釜の選手が出場機会を得られないため世代交代が難しくなることなど、将来的にチームや選手に悪影響を及ぼしかねない記録でもあります。ましてや二塁手は運動量の多い過酷なポジションで、脚力を生かした守備や走塁が持ち味の中野がフルイニング出場を続けていれば、蓄積疲労でいつパフォーマンスが低下していてもおかしくありませんでした。
これを機にまず今シーズンは大差のついたゲームの終盤では中野を温存し、遠藤に少しでも一軍の試合経験を積ませていく起用方法がいいでしょう。そして来シーズン以降、一軍でスタメン起用する機会を少しずつ増やしていき、3、4年後にはセカンドのレギュラーを中野から奪い、上位打線を担う存在になっているのが遠藤にとって理想の展開でしょう。現状一軍でセカンドの控えが不在に等しいですが、遠藤が一軍で頭角を現せば少なからず中野の刺激にもなり、チームの競争力も上がるでしょう。球団にとっても数年後に迫っている二塁手の世代交代を今から少しずつ始めるいい機会なのかもしれません。シーズンも終盤に差し掛かり、優勝争いも激化していく中、実績重視の起用傾向が強い岡田監督が遠藤を一軍抜擢スタメン起用する可能性は現状低いですが、今から少しずつでも経験を積ませることで遠藤とチームの未来が変わるはずです。遠藤城についてご意見ご感想がありましたらコメント欄で教えてくださいね。遠藤を応援するという方はいいねボタンで教えてください。また次回も興味深い動画を投稿しますので、チャンネル登録をしてお待ちください。今日も動画を見てくれてありがとうございました。